おはようございます。3月14日月曜日になりました。先週はですね、まあラストシーンでグワッと上がりましたね、取りましたね。まあ40万3人の方が上げました。まあ私のこの FX の相場解説をご覧になっている方ってのは50名前後、一般公開して100名ぐらいですから、かなりの高確率で私の相場解説がね、人に利益をもたらしてるってことがまあわかるようになりましたね、私もね。まあでもね、その他の方も十分納得はしてると思うんですよ。あ、なるほどねって感じでね。ただそこに資金を入れるかどうかっていうのは精神力の問題になってきます。まあですんで FX で大きく利益をコンスタントに作っていこうと思ったら、やっぱりね、精神力も鍛えていかなくてはなりません。精神力を鍛える場所っていうのは、まあ、なかなか現実ないのが現状でね、苦しければ苦しいし、悲しければ悲しいわけですからね。でも相場で勝つっていうことは、苦しみに折れちゃう人を尻目にね、自分だけは次に進むっていう、このいわゆるね、たくましさが必要になってくるわけなんですよ。さあ、それもね、別の機会でちょっとお伝えしていこうと思いますけども、とりあえず今日は週が変わりましたので、週足の方からお話していこうかと思います。こちらです。はい、週足すごいでしょね。まあ昔の話になりますけども、エリオット波動がこういう風にね始まって、で調整角を作りながらも、そのエリオット波動をぶち抜いて、それよりも上にグイッときました。これも取りましたよね。そしてここも取りましたよね。懐かしいですね。エリオット波動とは言いませんけども、上昇トレンドは初期に作ったエリオット波動を弾みにしてですね、まだまだ上がっていくところに、今回はロシアショックっていうのが来て、であんまりいい形じゃないんですけども、悪い円安が今急加速してるところです。ただ FX をされてる皆さんはどれだけね、私たちの暮らしに不利な円安が来ても、こっちの FX で値上がりした分だけ稼いでいくことができますから、相対感覚で言うと何の損もないってことになるわけですよ。でロットを変えれば、こんな状況下でプラスも作っていけるんですよね。これからも頑張ってね、精進していっていただきたいと思います。はっきりとした上昇トレンドが出てます。そして私が支持したのは、115円の75を超えたら買いでブレイクするよってことですよ。そうなったでしょ。その根拠ってのは週足にも現れてます。ここを超えたからですよね。まさに、はい、次は日足です。はい、日足がこういう風にありますよね。はい、115円の75、赤いマークでつけております。ここを超えたらブレイクで買いに入るんだよってことを申し上げて久しいわけですけども、いかがでした？ブレイクして勇気がない方もここではエントリーできたんじゃないですか。うん、ね、日足です。引き続き右肩上がりの状況は変わってませんから、今週もバイでいきますよ。4時間です。4時間、圧倒的ですね。ここにもね、115円の75が3000と輝いてます。この赤いラインを超えたところでエントリーした人はみんな利益。ロットによっては4、50万利益ですよ。だってこれが1日で取れたわけでしょ。あ、儲かりますよね。はい、次1時間です。全時間軸が買いに入ってるわけですよね。ここでぐちゃぐちゃと横ばいをしていたものも一旦上がり、押し目を作ってはっきりと上がり、さらにもう一回押し目を作って大きく上がったということになります。これエリオット波動になるかもしれませんよ。お気づきの方いると思いますけども、第3波動ここですからね。一番長いでしょ。エリオット波動を作ろうと思うと調整波が多少入って、またズバッと上抜けることになります。ちなみに1ドル120円を超えると踏んで、長期でのポジションを私は120円を合わせてターゲットに持ってますからね。前もお話した通りですよ、これも。はい、以上です。どうだったでしょうか。もう言うことなく、今週もロスカットを受けて反転が起きるまではずっと買いですね。まあこのままね、2、3週間で120円突破する勢いもあるんじゃないかなと思いますよね。そうなると日本市場は大混乱で、FX をされてない方はお金がなくって本当に困ると思います。でも私たちは FX やってますから、円安になればなったで儲かるわけですよ。だから何の被害も受けずに次の一歩を刻むことができます。まあしっかりと FX 身につけていきましょうということで、今日の相場解説終わりです。
よろしくメガドック。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は3月15日朝5時になりますけども、今日は1時間足だけ見させてもらいますね。数日前なんですけども、先週の金曜日でしたよね。115円の785に赤い線がありまして、ここを超えたらバイでブレイクだよってことを何度もお話したと思います。それから私は長期で120円まで一定の金額をエントリーしたともお伝えしました。つまりは買い以外に選択はないということを日々確認してるわけなんですけども、今日今の時点で118円の180ですよね。もうね、120円が間近になってるわけですよ。まあ状態としては悪いんですけども、何が悪いかっていうと、この円安はね、かなり日本経済的にはやばいんですよ。でも日本経済のやばさを利用して自分だけ稼ごうと思ったら FX なんですよ。で、先週の金曜日に金土にかけてね、私のエントリーを全くなぞった人は40万以上の利益を上げたということで、3名の方がメッセージくださいました。多分生涯初何十万という稼ぎだったんじゃないですか、たった1日で。はい。それでね、同じように今回もメッセージくださいまして、新しいポジションをいくつかバイで取ったんだけども、もうなんか後ろでね、誰かが見てるかのように自分のエントリーを応援するようにですね、どんどん赤い陽線が伸びていますというような感想を下したかと思います。まさに FX でエントリーした瞬間に逆になんかね、方向が流れていって、後ろで誰かが見てて意地悪してんじゃないかなって感じる、そんな時期もあったでしょう。でも今はどうでしょうか。自分が予測してエントリーした方向に誰かが見てるんじゃないかなと、自分のことを勝たせたくてしょうがない、そんな神様みたいな人が自分についてるんじゃないかなって思わせるぐらい思った方向に進むんですよね。まあこうなってくると、もう FX は我が味方っていう感覚だと思います。特に私の相場解説は、まあこれもよくご評価いただくんですけども、明確にエントリーの金額を言って、ロスカットラインっていうリスクもしっかりと認知しながらね、で、一緒にエントリーしているという安心感があるというふうにもよく言ってくださるんですけども、まあ、今回は本当に今年始まったばかりと言ってもいいぐらい、まだ3月ですけどね。で、1月は勝ちまくったわけでしょ。で、2月は、まあお話したように途中から宣言してお休みになったわけでしょ。ファンダメンタルが効きすぎてるんで。で、2週間ファンダメンタルが積み上がってきたところで、テクニカルを当てはめて今回の結果ですよ。もうなんかね、今年もガンガン儲かるしかないような感じですね。はい。ちょっとね、個人的なことを申し上げたような気もしますけども、今回の118円の180という金額を受けてですね、本当に数日前は114円台だったわけですよ。まあ、これが起こるのが FX ですよ。だから、テクニカルをしっかりと学んでいきましょうっていうことになってきます。相場解説いつもご覧いただきましてありがとうございました。皆さんね、速稼塾に入って相場解説をリアルタイムで見ていただけると、利益が上がることが分かったと思うんですよ。で、これっていうのは皆さんは私の相場解説見てるでしょうけども、私は誰の相場解説も見ていませんからね。だから自分でテクニカルを当てはめるとこうなるんだっていうことを皆さんにお見せしてるってことです。だからね、私のエントリーをなぞってやるのもいいんですけども、もう自分で人がなぞってくれるようなね、相場解説やエントリーを、まあ、いち早く手に入れていただきたいかなと思いますよね。はい。今後もよろしくお願いします。まだまだ FX 放送続けますんで、よろしくお願いします。おはようございます。3月16日の朝6時の相場解説になります。今日はね、日足だけで説明していきますね。もう先週のことですけども、120円に向かって私は長期のポジションを取った。これはもうね、皆さんご存知のことだと思いますけども、まさにそのタイミングで、この高騰が起きてます。高騰というか円安がね、こちらをどうぞ。いかがですか？ブレイクした後、ね。この赤い線で囲ったところがあるでしょ？ 114 の645から115の785。この間で、レンジを組んでる間は内側への売り買いでよかったんですけども、途端ブレイクしたらドバンと伸びたでしょ？で、私は120円目指してポジション取りました。
ぐんと伸びました。その瞬間、まるでね、私のエントリーを誰かが後ろから見ていたようにね、私を儲けさせてしょうがないような、そんな相場の神様が乗り移ったんじゃないかなと。そしてそれを、真似した方も利益をバスッと上げてですね、ポジション維持していれば今118円の285で大きな利益に潤ってると思います。ただ日本経済的にはこの円安は歓迎されません。でも日本経済は動かせないんで、個人的に儲けておきましょう。個人的にね、まあ、今日の放送はそんな感じです。引き続き買いで取っていきますよ。買いでいってらっしゃい。おはようございます。今日は3月17日です。朝5時の相場解説になりますけども、今日はね、日足と1時間だけを見ていきます。まあ前々からお話してますけども、市場介入ね、日銀の介入でもない限り、これ120円までいっちゃうぞっていうのはね、ずいぶん前から言ってますけども、途中ロシアによるウクライナ侵略のファンダメンタルズのね、激しい時期がありましたけども、結局その時期はまあ私の力量を超えていたんで、置いとくとしても 2,3 週間休んだ後、やっぱりね、テクニカルで見直してみると、まあ買いの方向に行くのは変わってないですよね。ということで継続して買いを続けていたわけなんですけども、先週末からそれがブレイクして、もうすでに今日の値動きで119円もつけましたね。でそっから大きなヒゲをつけて、今118円の中頃にいるわけですけども、まあ今週はずっと買いでいいでしょうね。まあというのが、一回私ね、すべてのポジションを決済したんですけども、ものすごい利益になりましたね今回ね。いやね、やっぱりね、 FX ずっとやってると、毎日やってると、たまにこういう風に、ね、一発で何十万とか一発で何百万っていう日があるんですよ。で今回は一発で何百万の時でしたね。でしかもこれね、120円に向けた長期ポジションも持ってましたんで、そっちも決済したんですよ。いや本当にすごいな FX と思いました。もう今年ね、こう言ったら怒られるかもしれませんけども、今年どれだけ値上げがあっても私は耐え抜きますね。これはここまでの収入で、いやそのぐらいの情報発信、私ね、このまだ3月の半ばですけども、この3ヶ月してきましたからね。 FX の相場解説ずっとご覧になってる方、今週、まあ先週の末から私のね、やってる通りに、言ってる通りにエントリーできていなかったとしたら、もう一つ精神力を鍛えていった方がいいかなと思います。これはテクニカルで分かることですからね。テクニカルで買いを続けて数百万、まあロットにもよりますけどもね、まあ1ロットで、スタンダード講座でやってらっしゃる方だったら、今回は何百万、まあ、少なくとも何十万という利益は手にできていたはずです。ということで、一旦私は全部決済しました。それで何もない状態で今日の相場解説をさせていただきますね。はい、じゃあ画面を切り替えます。日足です。はい、日足なんですけども、一時的にですけども119円を突破して、そっからね、利確が進んで、その一部が私ですけども、私のポジションも十数ポジション決済しましたんでね、で金額も太かったです。いつも買ってる投資家さんとかテクニカルのトレーダーさんは、今私がお示ししているこの丸でかなりの数決済してますよ。だから巻き戻しが起こって、今ね、私と同じように何もポジションを持ってない状態でこのチャートを見てるんじゃないかなと思います。まあ含み損を抱えてる方がね、いないとは言いませんけども、今回ね、含み損を抱えてらっしゃる方はちょっと最初からFX を見直した方がいいと思いますね。この状況で売りにかけるっていうのはなかなか考えられないですね。ものすごく大博打を打った逆張りの人かもしれませんね。はい、じゃあ1時間見てみますね。はい、これ1時間なんですけども、一時的にここ押し目が入ったじゃないですか。まあ押し目っていう風に捉えられたらいいんですけども、全体的の伸びは右肩上がりになったわけですから、ここで下に下がるってことは何かしかの決済の集団が入ったんですよね。ロスカットではないですね。決済された方がいて、で大きな現金が必要だったのかもしれませんね。でその後、まあ揺り戻しが起きて、本来だったらズバッと行くはずなんですけども、ズバッとね行くはずなんですけども、今回はそうじゃなくって、揺り戻しが起きたところでまたここで力点がもうできてますからね。同じポイントで決済した方がいて、それのせめぎ合いがあったんでしょう。ですんで膠着状態があったんですけども、ここで一気に再ブレイクしましたね。で119円を突破した時に、119円をつけたら私はね、とりあえず全部決済しようと思ったんで全部決済しました。
したら同じように考えた人がやっぱりね多かったんでしょうね。私と同じポジションでこれだけの人が決裁してるわけですよ。これだけの玉が決裁されて法定通貨が変わってるわけですよね、現金に。うん。で、後追いでちょっとだけ売りが入ったんでここに来てますけども、ただ今回もね、もう一回下がるとしたらここまでですよ。ここまで、ここに入ったら118-285とか300とか入ったらまたね、でかい買いポジションを入れる人が多数出ると思いますので、ズバーンと突き抜けるような気がします。そういうところをこの木金で見ていくとして、最後の玉をね、今週の玉をちょっと貯めていこうかなと思いますけども、エントリーポイントはね、118円のあれじゃないですか、600とか700とかじゃないですかね。あの辺で買いポジションを立てれば来週には120円で決済ができるんじゃないかなと思いますね。はい。ということでね、ここまでの相場解説は全部正解でございました。やっぱりファンダメンタルの強い時に宣言してずっと行かないという、しばらく行かないよと、少なくとも1週間2週は行かないよっていう、あの期間は大正解でした。で、ファンダメンタルと積み重なっていくと、それがそのままテクニカルに生きてくる。で、テクニカルの使う応用できる割合が増えていって、最初はファンダメンタルズが9でテクニカルが1だったんで、とてもじゃないけど私に手が出せませんでしたけども、だんだんテクニカル、ファンダメンタルズも積み重なっていくと、それ自体がテクニカルの材料になってくるんですよね。で、そのために私の力量でしたら、2週間半ぐらいかかったんですけども、2週間過ぎた後に、テクニカル、失礼しました。テクニカルとして、買いのポジションを入れる、そのタイミングが来たんで、買いを続けていった結果、ね、今回、本当にね、まだ3月なのに、もう今年の予算も達成ですよ。だんだんだからね、最初はね、3年前は年間で1000万円前後、結局は800数十万で最後終わったんですけども、1年かかりました。でもだんだんそれがね、秋には1000万超えるようになってきたり、夏には1000万超えるようになってきたり、今年は夏が来る前に1000万超えるかもしれないですね。だから FX の1000万プレイヤーってのは、だんだんその1000万のポイントが前倒しになっていって、で、年間トータルで2000万とか3000万っていう風に伸びていくんだろうなと思いました。で、私の場合はこれから、もうちょっとね、消極的になっていこうとしているところなんですけども、なんか悪魔の囁きが聞こえてきますね。もっと FX をやれってことなのかもしれませんね。ちょっとその辺は冷静に考えていこうかと思いますけどね。はい。とりあえずは、木、金と、まだね、ポジション入れるんだったら買いで入れて、120円で決済。この流れを持っていこうと思います。ロスカットライン必ず引いてくださいね。こんな状況でも、もしかしたら逆撃食らうかもしれないですからね。この一言でリスクヘッジしてください。それでは、お疲れ様です。はい、おはようございます。今日は3月18日、金曜日ですね。朝5時20分の相場解説になりますけども、今日は1時間足だけでね、ちょっとお話していこうかと思います。お話しする点は2点です。一つは、まあ、投資家さんの心理ですよね。で、二つ目は、セカンダリートレンドって話をしようかと思います。ご覧いただいている図の中で、大きなヒゲを出しているところがあるじゃないですか。これですね。119円を超えたポイントなんですけども、私自身も120円まで維持するポジションを、まあ、随分前にね、確定したよっていうのはお話した通りです。で、直近で1時間足でエントリーしたポイントと、あと、追撃で取ったポイントがあるっていうのもね、全部買いですよ。買いで取ったってのもお話した通りなんですけども、今四角で囲んでいるこちらの方で、119円を超えた時にね、私は今まで考えたことを全部一括してここで決済したわけですよ。120円まで待たずにね、決済したんですよね。で、それが今回他の上級投資家さんと同じ判断だったよっていうのが、このヒゲに現れているっていうのに感づく人はいるでしょうか。私はね、それがよくわかるので今お話しております。このヒゲってのは何かっていうとね、私と同じようにこれ120円まで行くんじゃないかなっていうふうに考えていた方や、119円を超えたらピタリと決済しようと思った方の全ての決済がここで一気に起きてるってことなんですよ。このヒゲでですね、上昇はしているんだけども、でも多くの方が資金を引き上げた、要するにドル買いを円に変えた、もしくは円買いをドルに変えた、だからこれが起きてるんですよ。で、多くの方が私と同じようにここで決済したんですよ。上級投資家さんが自分の口座に入れてるしっかりとしたお金をね、ポジションに変えて、そのポジションを決済したからこれが起きてるんですよ。っていうのが分かります。もうしつこいぐらい言いますけど、
それを一つ捉えたところで、もうね、ここで利確した投資家さんは、ほとんどのポジション、もしくは全部のポジションを撤退してますから、ここから基本的にね、ポジションを持つことはしばらくないんですよ。だから、買いの圧力が一時的に弱まっています。で、よくわかってない方が、よくわかってない方がね、買いに走って、その買いの分だけ、含み損を抱えてきた方が、チャンスと思って決済するから、中級投資家さんですよね。そういう方が、ここの二つのヒゲを作ってるんですよ。で、その中級投資家さんもいなくなったんで、あとは、損切りの方が、こういう風にセカンダリートレンドって言ってね、一時的な売りの流れを作ってるんですよね。これもロスカットが多いです。ってのがわかります?もちろんね、このあたりでポジションを取った方が、決済してるっていう売りの流れも多少あるんですよ。多少ありますけども、現実としては、あ、これすごい上がってるなぁと。買いのサインがずっと出てるなぁっていうふうに明確に分かったときに、まあ、資金投入した方は基本的にはもうこの、ね、この矢印ですよ。上級投資家さんが決済した大きなヒゲが出てるっていうのを危険だと思ったら入っちゃダメなんですよ。で、次の流れで中級投資家さんが、利確を遅れたね、中級投資家さんがここで利確して、ああよかった、利確できた、みたいになってるわけです。ってことはもうね、上級さん、中級さんはいなくなってるんで、結構ね、まあ、初級の方ですかね。うん。この上がった流れを見て、今更入る人が損切りになってるってことなんですよね。でもね、超上級の方っていうのは、それを見越して、この119円で巻き返しが起きた一つ目の流れ、そして中級投資家さんが作った2本の、売りのヒゲを見て、こっから初級の投資家さんが本当に間に合ってないところで買いを入れてくるなっていうのを狙って、決済をね、どんどん仕掛けてきてるんですよ。超上級の方がね。もしくは新しいポジションを売りで立てて取ってるんですよ。だからこれ、売りの圧力が一時的に強まってるんですよね。で、そういう方が、まあ、小銭をね、稼いで、初級投資家さんの損切りを誘って、それを全部利確に変えてるわけなんですよね、反対側で。で、今度はその利確の流れが大きくなって、損切りをせざるを得なかった初級投資家さんが枯れてきたんで、いなくなってきたんで、またね、今度は買いの圧力の方が強まってきたんで、セカンダリートレンドが終わって、こういう風な上昇の流れができてるわけですよね。っていう風に読み取れると、相場は見えてきたなってことなんですよ。今日私がお話したことね。ちょっと拡大してもう一個お見せしましょう。今の図を拡大したのがこれですけども、大きなヒゲ、上級投資家さんがこぞって決済したところです。これはね、119円を超えたから、あ、120円まで待たずにここで決済しちゃおうっていうふうに、まさに私が説明した通りのことをね、多くの上級投資家さんが思ったんですよ。で、後追いで入ってきた方がこういうふうにいるんですけども、まだ上昇するんじゃないか、120円まで行くんじゃないかなと思って、後追いで入ってきたが、今度中級投資家さんのね、餌食になったんですよ。中級投資家さんは、ここで、あ、しまった売り損じたと思ってポジションを浮かしてるんですよね。で、その方が、あ、もう一回流れが来たから、今回は119円、もしくは119円の直前で決済しちゃえって感じで、まあ、そこそこの利益を取ってね、退場していくわけですよ。そうなると、今度は、もう、買いのロングポジションが溜まってませんから、売りの圧力の方が強いわけですよ。そこに初級投資家さんが仕掛けてくるんで、その仕掛けてくるラインがこの辺りにあるんですよね。118円の815とかのこの辺で買った人はみんな含み損もしくはロスカットを食らってアウトになって、こういう風な流れが、だからできてるんですよね。で、損切りの人がいなくなってきたんで、買いポジションの今度はまた圧力を増してきてこう上がってるみたいな感じですよね。もしかしたらもう一発ぐらいこれがあるかもしれませんけども、まあでも、こっからは、基本的にね、回復して、買いの圧力の方が強くなっていくんじゃないかなと。それを判断するのが、もう一回ここなんですよ。119円の、まあ、切り板で言ったら115ですね。ここを超えたら、もう今度は買いポジションばっかりが強くなるから、改めてここで、私たちは、買っていきましょうと。まっさらな、今ポジションがない状態ですけども、改めて新規のポジションを119円から仕掛けていって、とりあえずは120円を目指していきましょうっていうのができます。はい。いやー、ということでね、これからの展望もお話しましたんで、今日は言い残すことはありません。今回の動画はですね、もう、超上級編とは言いませんけども、まあ上級編ですね。しかも上級編の放送でありながら、中級編の方と初級編の方にもきちんと伝わる内容でお届けしました。
ここまで緻密な相場解説はなかなかないと思いますが、実は、まあ、日に日にこういうのがね、重なっているってことなんですよ。毎日ね、ヒゲの意味っていうのは説明しませんけども、今日はとっても重要なんで、しかも理想的な教材になるようなヒゲヒゲセカンダリートレンドが出たんでもうお伝えしました。ヒゲヒゲで上昇はあったんだけども、そっからセカンダリートレンドですね。セカンダリートレンドっていうのは全体的には上なんだけども、一時的に下がっているここだよってことですよね。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。